解析に進展会まさかの事態に発展。ビルドやスカイなどが伝えたところによれば、浅野拓磨がシュプットガルトに復帰するという噂に真実はないとのこと。シュプットガルト内部で名前が議論されることはあったかもしれないが、加入に向けた動きについては行われていないという。FW セールギラシがボルシアドルトムントに移籍する可能性が高まっていることからシュプットガルトは新しいストライカーを求めている状況にある。その候補はデミロビッチ、クルチソイ、エミール・ホイルンドラであるとのこと。現地ドイツ紙はどこも日本のスポニチがそう言ってるけどそうなん、みたいな感じ。浅野がシュプットガルトに移籍した初で出場機会は得られるのか？まあわざわざいろんな人を売っていたお金で CL 戦うために浅野買わんよな。もっといい人いるやろ。ハンジ・フリック・バルサが責任持って獲得してくれ。浅野ドイツでは評価高いんかと浮かれてたのに。シュプットガルトって日本ツアーあるから日本代表欲しいんかと思ってたけど、浅野じゃなかったら田中はあるのかな？ボルシア取らないのかな？まあ福田もいるしわざわざ日本人取らないか。浅野のシュプットガルトの移籍は流れちゃったのかな？決まれば最高に盛り上がる内容だったのに逆転で決まってほしい。ワオと浅野は心配。